こんにちは、くうみと申します。本日もよろしくお願いいたします。今日もプロスピエースやっていきます。今日はですね、引き続き福袋を引いていこうと思います。とは言っても、50連の方のはもう引き切ってしまったので、今日はこっちの4連福袋を引いていきます。もう狙いはですね、ずっと動画見てくださってる方ならわかると思うんですけれども、自チーム A ランクが1万以上来るということで、私はずっと追い続けているピアス・ジョンソン選手狙いでやっていこうと思います。で、今12選手いるうちの、ほぼほぼね、埋め切ってはいるんですが、青柳選手とジョンソンさんはなかなか出てこないねっていうような形ですが、やっております。今何連敗だっけな、18連敗17連敗とか忘れちゃったんですけどめちゃくちゃ引けてません。はい、ということで、今回は自チーム阪神にして4連福袋引いていきます。で、ちょっと回数なんですけど、そんなに引けなくて、最大で4回、もう出たら終わりますけど、マックス4回で、それでもダメだったら自チーム A ランク1枚だけあるんで、それを開けて、それでもダメだったらミキサーします。 A ランクミキサー、やったとしてそこまでですね。はい、それで出なかったらもうひとまず諦めます。はい、ということで、もうね、負けず嫌いなんでね、やっていきます。A ランク自チームが1人、 A ランク以上か、確定ということで、他は B ランクかもしれないんですが、4回引いていきましょう。一応演出見ようかな。これってあんまり S ランク来るイメージは正直なかったりするな。 2.5% でしょ、だったらちょっと厳しいですよね。さあ、見ていきましょう。はい、いきますよ来て、ちょっとここで割りたい。いきますよ、 PJ3 狙い来てもうニュー引いちゃったんですけど、これでも図鑑埋めがやっぱりいよいよ残り2人になりました。はい、追加されたばっかりの大山選手を引きました。なんで今12分の10全部取り切ってますね。はい、いいのか、引きがいいのか悪いのかっていう感じですが、引き続きやっていきます。2回目、もう終わりたいんだけど、ほんとね、どんだけガチャ引いてどんだけミキさんも合わせてるのっていう感じなんですけどね。これに関しては自チーム A ランクで、11枚やって、それ14枚かな、やってダメで、でミキサーやってダメでっていうのをやってるんで、ここまでは B ランクっていうのはしょうがないと思うんでね。はい、じゃあいきますよ、終わりたいよ、終わらせて。もう何枚目の球児さんか分かんないですね、本当にドツボにはまってる。でもね、青柳さんも来ないんだよね。その2人は本当に来ない。さあ、どっちが先に出るのかっていう感じですけど、じゃあ3回目いきまーす。これ本当に偏りありますよね、アカウントによって。この選手ばっかり出るみたいなのはどうしてもある。だからこそ面白いんだけれどもね。だからこそ引きたくなるんですけれども、ちょっとこれ以上私のね、負けず嫌い心をね、くすぐらないでほしい。後押ししないでほしいです。そろそろ本当に終わりましょう。はい、ランクは、くる、うん、いいっすね。いいですね、松井裕樹さん。 S ランクは久しく引いてないですね。 A ランクいっぱい溜まってます。はい、ちょっとなんか美味しい気分になりましたが、肝心なのはこっちです。いきまーす、来てー、もーまーい、 OK、 OK、 ゲント強いんですね。はい、西さんもあんま来てなかったんだけど、割り当たりでは一応使ってます。じゃあ次ラスト、うわ、西さん回したくないな。でも一応福袋はラストにしましょう。よし、行きましょう。もう本当にね、本当にこのアカウント PGA さん入ってないんですかね。このスマホにもう消えちゃったのかな、このスマホから。お願いします。他のね、人にはのところではいっぱい出てるのかもしれないですけど、さあ、いいんだよ、 S ランクはいらないから。おおー、いいですね。西川選手もちょくちょく引いてるかな。じゃあちょっと4連はこれにてラストになるんで祈ってください。いきます、来てー。いや、本当に確率どうなってるんですかね。じゃあちょっと枠整理して自チーム A を1枚引きます。はい、お待たせしました。今持ってる自チーム A ランクはもう残りこれだけですね。14枚かな、まとめてこの前引いちゃったんで、これしかないです。この前取ったばっかりですか。はい、じゃあこれも引いちゃいます。でもな、こんだけハマってる時に、沼にはまってる時ってどんだけ引いても出てこないんですかね。なんか出てこなければ出てこないほど引きたくなっちゃうんですけどね。お願いします。 PJ さんもな、覚醒で取っといた分がほとんどだったのって、自力であんまり引けてはないんですけど、もう来よう、来てよ来ようってなんだろう
はい、じゃあミキサーしましょう。うおー、はい、じゃあ自チーム A ランクミキサーやっていきましょう。もう本当にこれで出なかったら割と諦めもつきます。これだけやってるからね。これでいきましょう。もう阪神で、4人いるのっていくつだ、8分の1かな、8分の1です。8分の1きついかな。ちょっとね、最後は最後にします。あーお願い、本当にもうこんだけやってるんで出てほしいですね。いや引き運自体は悪くないんですよね。 S ランクいっぱい福袋でも出たし悪くないんですけど、狙いの選手がねことごとく引けない。終わるよー、終わります。ありがとうございました。バイバイ。